朝ごはんの用意はよろしいでしょうか。みでそう。朝ごはん食べます。よろしくねよ。皆さんも朝ごはんの時間ですか今じゃ。リンゴ食べてる人。何時に起きた？直前に起きました。もうそんな。昨日もあんまり早く寝れなくて。もう食べて、食べてますよ。昨日なんかお話ししたじゃないですか。めっちゃ優しくしてくださった方がいるみたいな。ポーカーの大会で、あのね、実況を見たんですけど、私がぜひ見てみてくださいって X で言った配信を私は見てたんですよ。そう、あのね超絶有名なプロの選手でしたあの最後まで残ってらっしゃって、あの解説の方がつくんですけど、最後までなるとちょうど最近海外で優勝したばっかみたいな言ってて、えわおってなっちゃいましたねで残り3人ぐらいまで残ってた気がする。ちょっと最後までは見れませんでした。睡眠を優先にしました。今日も早いので。何しばりました。いやーそんなですよ、もう寝なきゃと思って、もう本当に寝てなさすぎて、なんで寝ました、なんで寝れました。あ、やばい、本当に秒で寝れますよ。ここの健康的、なんか睡眠の統計取るやつとかあるじゃないですか。もしそれで取ったら、最近の私の睡眠はなんか大体浅い睡眠、なんかノンレム睡眠とかレム睡眠とかあるんですけど、浅い睡眠、中くらいの睡眠、深い睡眠でこういってちょっとずつ上がっていくのが、まあ、大体普通なんですけど、最近の私はボンボンボンだと思う。急に深い睡眠入ってると思います。めっちゃ健康だと思う。思いっきり疲れて、思いっきり寝て、で起きて、でなんか生きてるなって感じしますねうん、2日連続深夜バスマジで寝れなかった。それは最悪だ。私も最近寝れないんですよ。
でも深夜バスで寝れないって結構きついですよね。大変だ。バスで寝れる人じゃなくて深夜バスは結構きついですね。声が低いっていう方を見つけましたが、あの朝はこんなもんでしょみんな私は元から低いです。元から結構低い声してますが、寝起きなので、あの低いかける低いで超絶低くなってます。今だけ、うん、許してください朝なんで。出しやすい弱いのにレアちゃん配信あるってなった起きて本当にですか。めっちゃ嬉しい。私もちょっとね朝弱いんですけど、なんか頑張って起きれてますね。すごい、なんか意志弱いからさ、って目覚まし止めちゃうかと思ったけど、お母さんが起こしてくれるんですけどね結局。あの今のとこ遅刻というか配信飛ばさず全部できてるので良きです、ね、今納豆を混ぜてます。朝納豆昨日絶対パン派とか言ったけど、今日の朝ごはんご飯お米でした。お母さんが用意してくれる。ショールームのレアちゃんは好き。本当にショールームのレアちゃんはって、ショールームじゃないレアちゃんは嫌いってこと。ネギとか入れるの、入れないですね。ネギなんか入ってるもんだから、ちょっと軽く納豆キムチみたい。なんかお米でした今日の朝ごはんは。納豆は醤油派、タレ派。タレです、全然タレ。でもタレは付属のタレの3分の1ぐらいしか入れない。味濃いの好きじゃない。納豆って結構元の味もしっかりしてるのでタレはあんまつけないです。いただきます。うん、シロップ忘れた。ありがとうございます。すぐ打てるように設定したんですよ。だからすぐ出ますタレ入れないでキムチ入れるのも好き。多分今がこれ、それですね。今それ食べてます。納豆ご飯食べて貴重ないぞ。めっちゃ貴重だと思います。もう今後食べないとも、納豆ご飯配信で納豆ご飯まず朝ごはんでることあんまないしね。だって時間がないとさ食べれないじゃん納豆ご飯なんて。パンって早いからいいんですよね。一口で最悪かじっていけるし。それ以前に朝配信せんやん。確かにそれはそうです。でも今後ね、今後夜ご飯の方が食べますからね。納豆ご飯、ご飯配信しないから、自分が食べたとかあんま好きじゃない。うん、なんかオーブン買ったって言ったじゃないですか。ファンの方は知ってるかもしれないんですけど、オーブン欲しい欲しい言ってて、普通に買ってお菓子作りがしたくて、それなのにまだ一回も使ってないんですよだから今日初使いです。母親が見てるテレビの音がでかすぎて配信が聞こえないそれはイヤホンしてくださいお母さんにテレビの音下げてって言ったらちょっとかわいそうなので、こっちが対応してあげましょうこの時間から
見てるんですね、大音量で。ココアとお菓子作り、ココアとお菓子作りできるの？聞いたことない。できるよ私だって言っていてさ、本当にもろそれ、絶対その通りに言ってると思う。めっちゃ ASMR？ キムチのシャキシャキですね。ちなみにこのキムチはご飯が進むくんの息子版、子供版。私はキムチはそれしか食べません。キムチ納豆、うん、うん、うまい。甘口ってことか、そう、甘口、めっちゃ甘口です。今日はめっちゃ刻んで4回配信するんで、ぜひ確認して見ていただければと思います。 HKT4 期生までしかわからない。今7期生まであるんだね。そうです、私はちなみに6期生です。で1個前、2年とちょっとぐらいですね。よろしくお願いします。矢野瀬レイヤです。身長170センチです。神奈川県出身です。刻むんだね。野球みたいだってきた。野球刻むんだねだけでも読むのよ。もう納豆に目が来ちゃった、うん、面と早い時間だといつもと違う人が来ていいね。そうですね、ありがたい。でも富士高校からもねアドバイスもらったんですよね。意外とね6時とかだとね、なんか夜勤終わりとかね、通勤時間とかね来るからね、なんか意外とね人来るよみたいな言ってました。教えてくれた。自慢げにやってそう。だってココハは毎日配信してますから、やっぱりショールームはねココハに聞かないと。いろいろ仕様を教えてくれた。焼肉キング値上がりするか、その前行ったら食べ過ぎた。え、焼肉キング値上がりするの？私結構行きますよ。値上がりしてほしくない。半額行った。え、半額だったんですか、もしかして。焼肉キングのうどんが好きです。え、食べたことない。私焼肉キングのバターコーン、コーンバター、バターコーンが好きです。小食なのに食べ放題損しない。いや、食べ放題の前は絶食するんで。でも絶食すると逆に胃がちっちゃくなって食べれないんで、
ちょっと食べていくんですよ、本当にちょっと。しかもフルーツとかを胃に入れてから、マジめっちゃ食べますよ。で次の日から何もいらない。うん、うわ、さっきは焼き肉キング行きたくなった。朝はちょっときついかもしれない。いいですね、焼き肉キングって大体夕方ぐらいから来ますよ。回らない寿司最高。何皿食べたことある？え、回らない寿司って皿で出てくるんですか？回らない寿司ってなんか目の前にボンみたいなタイプかと思ってました。食べ放題に準備しますよ、だって食べないと損だから。朝からレバー食べるの、私レバー食べれないんですよ。はい、おはよう。うん、あとでね。はいはい。おう、うん、うんうん、アロンです。うん、焼き肉キング土日はランチでやってるよ、だって。うん、ランチ餌が出る音聞きました。餌がはね、出た後に配信しちゃいました。配信する直前に餌出た。ね、餌食べ終わったから出してって言ってるんだと思います。鳴き声でどの子か分かるもの。分かりますよ、そりゃすぐ分かる。ベルニアはみたいな感じで、ジータはニョーンみたいな、バランタンが今のですね。でモカちゃんはニョーンって鳴きます。すぐわかります。ベルニアが一番なんかニャーみたいな高い声で鳴きます。モカビはシャーシャーじゃない、ニョーンって鳴く。猫って鳴き方全然違う。全然違います、すぐわかる。だって自分の子たちだもん。これはみんなとお揃いの服。匂いでもわかるやん、匂いでもわかる、秒でわかります。猫キキとか言って4人全員いたらね、面白そうだけど、2人しかいないのは絶対わかりますよ、そんな。聞き猫余裕です。グッチが注意したのはバロンタン、バロンタンの方です。やばい、この時間からちゃんと朝ごはんこんなしっかり食べて早起きして、なんか健康に過ごしてるわ休日から。皆さんも健康ですか？朝ごはん食べてますか？一緒に健康になりましょう、この期間は。いつもこの時間に食べてるの？いや、食べるわけこの時間に、私朝ごはん食べないですね、まずあんまり。だからもう朝起きることの方が少ないので、すいません、さっき起きました、食べてません。いや、それはこの後食べてくださいね。なんか次回の配信でもいいんですよ。私たちはゲームしてるけど、ファンの皆さんご飯食べながら見ていただいてそれでも大丈夫です。
騒いでる子供たちをちょっと離れたとこから見てる大黒柱みたいな感じで見てください。ねあちゃんちは和食が多いの？ねあちゃんちは和食多いと思います、多分。でもどっちも同じぐらい、半々ぐらい出ると思います。でもねあちゃんちは中華も出るし、なんかタイ料理も出るし、なんか全部出ます。イタリアンも出るし、ブラジルも出るし、いろいろ出ますよ。私は和食派ではないかも。シェフが作るの？いや、お母さんが作ります、全部。G とか持ってくるかと思って、 G は持ってこないですよ。待って、今何時ぐらいですか？皆さん、うん、ありがとうございます。私は料理しないです。うん、ポンタロさん、ありがとうございます。ありがとう、もうそろそろ終わっちゃうんですけど、ありがとうございます。ギリギリにありがとうございます。朝からおはようございます。ゲーム配信エキサイトするお姉さんも楽しみ。エキサイト、でもお姉ちゃんには喋んないでねって言ってエキサイトしてるのは私だけになりますね。うん、ありがとうございます。自己紹介お願いします。ヤナスレイヤです。身長170センチ、18歳、神奈川県出身でございます。姫のお姉さまってことは、お姉さまもお姫さま？お姫さまじゃない。お姉ちゃんとは3歳差です。という感じでございました。そろそろかな、そろそろ30分になるので、ランキング読むか。でもそれギリギリまでやってていいんかな。海苔も用意してくれてた、見つけらんなかった。次は8時半、そう8時半です。ちょっと寝ますね、また私は寝させていただきます。自分お仕事頑張ってくんね、頑張ってください。すごい偉いですね、日曜日に。なんか私、めっちゃ、はい、バレた、指で食べたの。私、めっちゃ湿気ちゃってるけど、これ大丈夫かな。雷がやばかった、雷やばかったんですか？もういつですか？
もしかして夜？もう気づかないほど爆睡でした。いへへ。今も雷すごい。え？うん。じゃあ私寝てましたね。すごい爆睡ってことだ。雷に起こされた。よっしゃ、私は雷でも起きなかったってことは相当いい睡眠体質だってことですわ。台風が戻ってきた。え、そうなんですか。それは大変。でも本日は一旦このぐらいにしようかと思います。本日はじゃない、一旦今回は。なのでまた1時間後見に来てください。ありがとうございました。ランキング見ますね。13位、チェリナさん、ありがとうございます。12位、ガッサン、あと猫なんとかかんとかさん、ありがとうございます。11位、ルイボスティーさん、ありがとうございます。10位、みのりさん、ありがとうございます。9位、ポンちゃんさん、ありがとうございます。8位、ユウさん、ありがとうございます。7位、タクさん、ありがとうございます。6位、コショさん、ありがとうございます。5位、ニジマスさん、ありがとうございます。4位、熊大王さん、ありがとうございます。3位、誠一さん、ありがとうございます。2位、つぶなおさん、ありがとうございます。1位、ポンタロさん、ありがとうございます。皆さん朝からありがとうございました。ちょっと一気に眠気がきました。ってことは寝れるってことだ。ということで1時間後またお会いしましょう。ありがとうございました。